今日は2回目のドッグカフェに来てみました。来てみるとハロウィンの飾り付けからクリスマスの飾り付けに変わっていました。クリスマスの飾り付けに合わせて馬尾ちゃんもクリスマスのお洋服に着替えました。それでは皆さんも楽しんでくださいね。馬尾ちゃんは高いところが怖かったのですが、今日は大丈夫かな？やっぱりそわそわしています。飾り付けが可愛くて、馬尾ちゃんがとても可愛く見えます。前髪を結んでみたら嫌がったので、髪留めをお洋服につけてみました。クリスマスのお洋服の馬尾ちゃん、可愛いですか？店内は何箇所もワンちゃんのお写真が撮れるようになっています。次は違う場所に移動してみました。ここは丸い椅子です。次はソファーの大きな椅子がありました。過ごしたいと思います。馬尾ちゃんは大好物のささみを食べています。お家でもささみは大好きなのでよく食べてくれます。していますか？クリスマスツリーを飾ったら綺麗ですね。来年のクリスマスはクリスマスツリーを飾ってみようと思います。皆さん、素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。こんなにボリュームがあります。
りと馬尾ちゃんと3人でお食事を楽しみました。素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。